今日はこのニベアクリームの青缶とニベアクリームソフト、この違いを皆さんにお知らせしたいと思います。私は両方使ってるんですけれども、その使い分けなんかもご紹介したいと思います。それではスタート。こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。最近ちょっとニベアの動画が多いですけれども、大丈夫でしょうか。私的には大好きなニベアなので、いくらでも話せてしまうんですけれども、私の中では当たり前だったんですけれども、私の周りでニベアソフトを知らない人がいたんですけれども、以前ニベアを動画でご紹介した時に、私はニベアソフトの方がいいと思って使ってますよっていう方もいたんですけれども、今日はそのニベアクリームのソフトとニベアクリームの違いなんかをちょっとご紹介したいと思います。まず最初に、私の話よりメーカーによるニベアクリームとニベアソフトの違いをちょっと紹介したいと思います。メーカーによると、ニベアクリームはオイルベースでリッチな使用感、ニベアソフトはウォーターベースで乳液のようなサラッとした使用感です。私はこの大きい方も使ってますし、持ち運び用も両方持ってます。冬にはこっくりとしたこのテクスチャーのニベアの青缶を使って、夏にはサラッとしたニベアソフトを使ってますという方も結構多いんですね。季節で使い分けてる方も多いんです。私はちょっと乾燥肌なので1年を通してこれなんですけれども、ダブル使いすることもあります。ダブル使いするときはお風呂を上がって美容液を塗って、その後このニベアソフトを顔全体というか、デコルテ全体にニベアソフトを塗って、気になるところにニベアクリームを塗ります。目元とか口元とかおでことかにニベアクリームを塗る場合があります。ニキビはできやすいけれども乾燥が気になるんですっていう方いるじゃないですか。そういう方はこのニベアの青缶だとちょっと油分が多いので、ちょっとニキビが心配だなって思うので、そういう時にはこのニベアのソフトはいかがでしょうか。テクスチャーが全然違うんですね。青缶の方が、買ったことある方ご存知、こういう風なもう硬いこっくりとしたテクスチャーなんですね。そしてニベアソフトの方が、手ですくった時にすくい取らないとすくい取れないぐらい割と柔らかいんです。画面でちょっと違いまではわからないと思うんですけれども、一番の違いは香りです。どちらも微香性で本当に優しいいい香りなんですけれども、ちょっと香りが違いますね。私はこのニベアの香りも好きなんですけれども、ニベアソフトの香りも大好きです。ただ乳液のようにとまではいかないんですね。ちょうど乳液とクリームの中間と思った方がいいんじゃないかなって個人的には思います。なぜなら乳液のようにはこっちのボディ用の乳液があるんですけれども、もうこのテクスチャー見てください。こうすると流れ落ちますよね。でもニベアソフトの方は流れてないじゃないですか。ボディ用の乳液と青缶を混ぜたぐらいなのかなって思うんです。ちょっと混ぜてみましょうか。やっぱりそんな感じ。今急遽ちょっと混ぜてみたんですけれども、テクスチャー的にはニベアのボディ用乳液と青缶を混ぜた感じとこのニベアソフト同じ感じのテクスチャーになりました。こんな実験したことある人いないよね。でも本当にそんな感じ。なんかボディ用の乳液と青缶を足すとニベアソフトの柔らかさになった、そんな感じです。なのでよくニベアの青缶がクリームだったらニベアソフトは乳液みたいな感じっておっしゃる方もいるんですけれども、私的には乳液というよりももうちょっとクリームに近いかなっていう、そんな感じです。サラッとした使い心地で、使用感もこちらよりもサラッとしてるので、青缶使って油分のベタつきとかが気になった方はこのソフトを使ってみたらいかがでしょうか。最近ニベアのフォーメンっていうのが、メンズのニベアが出たと思うんですけれども、そちらは香りもなんかちょっとメンズの化粧品みたいな香りがしたんですけれども、テクスチャー的にはこのニベアソフトと近いかもしれません。ニベアのフォーメンとこのニベアソフトは同じようなテクスチャーかもしれないです。ニベアのフォーメンはお店でお試し用で試供品があったので試させてもらったんですけれども、それ試した時に、あ、なんかニベアソフトと同じようなテクスチャーだなと思った記憶があります。なので先ほども言ったように、油分が気になる方とかベタつきが気になる方はニベアソフトを使ってもいいですし、使い分けとしたら冬場とか乾燥がひどい時は青缶を使って、それほど乾燥が気にならない夏場は逆にソフトを使うという使い分けをしてもいいかもしれません。あと化粧下地にニベアを使ってるっていう方もいるんですけれども、私両方試したことがあるんですけれども、やっぱり青缶を下地に使ってファンデーションを塗るとやっぱり油分がちょっと多いので早く崩れるんですね。すぐ崩れると言っても過言ではないぐらい、塗る量にもよると思うんですけれども、化粧下地としたら青缶よりもこのニベアソフトがおすすめです。乾燥
乾燥はするけれども化粧崩れはしたくない、でもニベアを使いたいという方はぜひ化粧下地にはニベアの青缶ではなくてニベアソフトをおすすめします。一度お化粧前にこのニベアソフトを化粧下地に使ったこともあるんですけれども、これはかなり優秀でした。潤いも保たれるのにそれほど化粧崩れも気にならなかったので、化粧下地にクリームを使いたいという方はぜひこのニベアソフトでお試しください。これはちょっと試した人によって違うのかなと思うこともあるんですけれども、私は夏はやっぱりこのニベアソフトを使うことが多いんですけれども、それでもやっぱり目元だけは青缶使ってます。これは年齢にもよるんじゃないでしょうか。お若い方とか本当にそんなに乾燥気にならないよっていう方はこのニベアソフトで十分だと思うんですけれども、私ぐらいの年代になって乾燥するよって、乾燥肌じゃないけれども目元だけは乾燥するっていう方はこのニベアソフトに青缶持たされてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日はニベアソフトとニベアの青缶の違いを皆さんと一緒にシェアしました。いかがだったでしょうか。よろしかったらグッドボタンもお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ちょっと私が大好きなことを言い訳にニベアの動画が続きましたけれども、いかがだったでしょうか。参考になったら幸いです。よろしければチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録はメインチャンネルもお願いします。ニベアに関する動画こちらに貼っておきます。それではまた次の動画で。ありがとうございました。